キャッチおすすめ番組インタビュー。愛媛 CATV 月間プログラムキャッチの月替わりのナビゲーターの皆さんにおすすめ番組をインタビューしました。とにかく明るい性教育パンツの教室、グランドシニアインストラクターの中島千春です。パンツ売ってるんですかとか裁縫してるんですかって聞かれるんですけど、性教育をお子さんに、お母さんがご家庭でお子さんに伝えてくださいっていうようなノウハウをお伝えしている講座をやっております。やっぱ学校で教えてくれないちょっと一歩踏み込んだ性教育の話であったりとか、あとは性犯罪の防止するための防犯のお話とか、今はSNSの普及がすごいので、その動画サイトを見た時にどうするかとか、スマホの使い方をどうするかっていうようなお話をしています。私もともと警察官をしていたので、性犯罪の担当の刑事をしていたことがあって、やっぱり女の子自身が性教育をきちんと受けていなくって、知らなくって、自分の体の大切な場所とかもわからないまま性犯罪に被害に遭ってしまったっていう子がやっぱり何名かいて、で私がこう一時的に性教育というか、あなたの体の大切なところはここだよっていうようなお話をしたこともあったんですけれども、やっぱり同じように被害に遭ったりとかしたのを見て、あ、一度きりじゃダメなんだなっていうのを思ったりとか、うっかり加害者っていうような言い方もしてるんですけれども、その知らなくって相手に嫌な思いをさせてしまったということが、やっぱり性犯罪の中でもあってですね、好奇心はすごく素敵なこと、その知りたいっていう気持ちはそのまま大切にしてあげて伝えていくっていう方をお母さんたちにしてもらいたいなっていうところでお伝えしています。スポーツは家族がサッカーが好きなのでサッカーは見ています。あと私はサッカーより野球派なのでこの前 WBC とかもあったのはすごく家族みんなで盛り上がって見てましたなんか私たち親世代は性教育っていうとすごくハードルが高いとか恥ずかしいっていうようなイメージがあるんですけど、実はそうじゃないんだよっていうのを講座の中でもお伝えしているので、それを聞くと、あ、やっぱり大事ですねとか、もう本当にちょっとしたことからでも性教育って話できるんですねっていうようなことを気づいてくださるのですごく嬉しいです。愛媛大学写真部部長の松山夏実です。写真部の活動は大体主に毎週1回の部会が開いています。その部会では部員の写真を発表したり、近場での撮影会をしています。前回は道後公園に撮影に行きました。そのスマホでも最近すごく綺麗に撮れて、全然スマホで OK っていうスタンスでこの部活は行っています。私がもともと旅行が好きなので、その旅行先でいい写真が撮れるといいなと思って写真部に入りました。こう写真ってただそこにあるものを撮るんじゃなくて、この自分の感情を伝えるこの一種のツールだと思うので、もうまずは楽しむことが一番だと思います。私は洋画をよく見るので、Life is beautiful と幸せな一人ぼっちが好きです。心が温かくなるような作品なのですごく元気をもらっています。写真部はもうまったりのんびり活動しています。部員のほとんどが初心者から始めているので気軽に参加できます。こうコロナが明けたので夏に向けてどんどん加速させていきたいと思うので、皆さんお気軽に入部してください。3ヶ月前の1月24日にオープンしました。英語のリスタートっていう文字から取ってて、頭文字2つで再出発とか、髪型変えてモチベーション上げてもらって、明日から頑張ろうと思える場所にしていきたいねっていう思いを込めて、なんかもともと僕大学に行くつもりやって、で親にそんなお金ないよって言われたんですけど、なんかその時になんか美容師ってしんどいってなんかみんな思いがちじゃないですか。けどそれを隠して結構笑顔でニコニコしてる姿見て、美容師めちゃめちゃかっこいいやんと思ってなりたいなって思いました。で髪型が変わって、例えば彼氏さんに会うとか友達に会うとかで、そこで褒められたってつい来た時に言ってくれる
姿を見るのが一番嬉しいかなっていう。ショートカットとブリーチのデザインカラーが得意です。それこそ僕らカメラもやってるんで、成人式の前撮りだったりとか、結婚式のなんかサプライズみたいなんで、一応新郎さんにはもうサプライズで言わないんですよ。当日まで言わんくて、で新婦さんからのご依頼で衣装チェンジの時に立ってきるみたいです。似合わせカットと似合わせカラーが得意なんで、なんか髪型に困っている人だったりとか、なんかイメージチェンジしたい人はぜひアウリーにお越しくださいませ。よろしくお願いします。浦岡秀明です。浦岡俊野です。岐阜大学です。あの大学の中には音楽科がありましたので、あの夜になると大学の音楽室行って、オーケストラの連中とおしゃべりしたり、でピアノ弾いたりして、あの遊んでおりました。大学卒業してこちらへ帰ってきてからずっと歌う機会がなかったんですけども、14、15年ぐらい前からもうたまらなくなって、東京の向こうの千葉県の市川市まで歌いに行きました。オランダ のアムステルダムコンチェルト、これのレクエムを西本智美さんの指揮で歌いに来ました。音響効果が世界でも有名な場所なんですね。だから家内も私 の歌ってるのを聞いて、自分もなんか歌いたいってな、うん、言ってたよね。なんかすごいなんか思いっきり声出してるのが羨ましいって。そう気持ちよさそうに歌ってるんで、来年はオンブラマイフ歌いたい。いやいやいや、そのこと言ってないです。アルマの方でちょっと筋肉もついたりして、自分も元気になりながら、お客様とお話するのも好きなので、それでちょっと続いてアルマのお仕事自宅でやらせてもらってます。代わりによって皆様癒されるようで、はい、通っていただいてます。本当アットホームな感じでも、綺麗な感じでも、硬すぎず柔らかすぎずっていう、こうなんか本当にこう絶妙な感じの、はい、こうなんかこう混ぜ合わせたみたいな感じのテイストの、コンセプトでやってるっていうのが、このコルのお店の、コンセプトでやってます。こう松山の美容室とか、まあ、美容業界っていうのをすごい盛り上げたいっていうのが本当に一番にあって、やっぱりこう若くてもこう挑戦できるっていうのをみんなにこう伝えたかったっていうのをまず一番にして、店をこうそういう気持ちで出したっていうのが、まあ、一番なのと、若い26の世代が、まあ、そういう、こう松山であまりできてないそういう、まあ、携帯とか業態っていうのを、まあ、しっかりこのコルっていうので、まあ、実現させて、まあ、本当にこういい美容室作りができたらいいなと思ってるので、まあ、そんな気持ちで、開業の方をしました。でもお客さんが一番喜ぶシーンって、染めて帰った後に、まあ、例えばまあ家族とか、まあ、あとは友達とかが、めっちゃ可愛いその髪色とか、めっちゃ似合ってるとかっていうのが、僕のしたカラーを本当にこうみんな褒めてくれて、それをこうどんどん口ずさみじゃないけど口コミで広げてくれてっていう感じで、まあそういう感じでこうお客さん自体が喜びつつ広げていきつつっていう、まあ、そういうのを一番意識して、まあ、僕の中ではいろいろ仕事の方はさせていただいてるなっていう感じでしてます。まあ、その推しの子っていうアニメを、まあ、毎週見るのが楽しみで、まあ、仕事終わりがちょっとまあ遅い時間になるんですけど、終わった後にそれを見て、まあ、楽しむのがまあ僕の中の一つの息抜きで、ちっちゃい子も楽しめるし大人の人も楽しめるしみたいなっていうのが僕の中の息抜きでさせていただいてます。もちろんこう技術的なものもこういいものをこう僕らって持ってるので、まあ、それを体感しに来てほしいっていうのもそうだし、話したら僕ら面白いので、まあ、そのアットホームじゃないですけど、本当いつもお客さんと本当にいっぱい、まあ、なんかバカ笑いじゃないですけど、本当に笑いながら楽しみながらやってる感じにはなってるので、僕らに会いに来てください。お願いします。皆さんこんにちは。全日本規模のコンサルタント協会、坂本久美子でございます。茶道では絶対に着物が必要なので、着物を着るっていうところから始めました。色使い、そして昔の着物を今に伝えるっていう形で、親から子へ伝えるっていうことができる着物に魅力を感じました。花火大会とか、やっぱり夜市が
今から始まると思うんですけども、そういった方に、初めての方に浴衣を経験していただいて、それから着物に移っていっていただきたいなと思っています。本当に訓練をしたら成人式の振袖も自分で着られますし、そして、花嫁衣装のお母さん、ミセスの方は留め袖を着れれますし、それがだいたい5分から8分ぐらいで装うことができます。そして日本の伝統文化を必ず廃れないように、時代時代でまた楽しく着物を着れたらいいなと思っています。やっぱサスペンスものが大好きで、自分で誰が犯人って考えるのがすごく好きで、そして犯人当たったと思ったらはぁと思ったりとか、違ったと思ったらはぁこの人だったのかと思って思える、ちょっと探偵みたいな感じになるのがとても楽しいですもう今一人ずつぐらいで教えているので、濃厚な授業というかそういった感じになりますので、とにかく門を叩いていただければ、はい、入門できますのでよろしくお願いします。来月のおすすめ番組もお楽しみに。